はい、どうも、ゲーム大好きということで、はい、タクトもタクタクです。今日も記憶症状を始めていきたいと思います。パートはね、10です。だんだん、ちょっと、ね、適当になってきちゃってるけど、頑張ります。で今回ね、ちょっとね、この前回このピアノのね謎でつまずいてたんだけど、ちょっとまあこう言っちゃなんですけど、隣で見てたちょっと傍観者の方がですね、謎を解いてしまったので、ちょっと今日はそれを早速やってみたいと思います。詩のない音色というのがゴミ箱に入っていたメモがあるんですけど、これはドレミファソラシドの詩を抜いたやつを多分入れればいいんじゃないかということです。なのでドレドレミ、これファどうやってやんねん。ドレミファはどうすればいいんだよ。フフフってフだな。ドレミフにしてみるじゃん。ドレミファドレミファソラドレミファソラ、これでオッケーなのか。ダメじゃん。全然解けてねえよ。というわけで違ったね。謎解けてないんで、ちょっと今日も探索です。フフフじゃねえよ。いやー、期待させておいてひどいよね。まあ、頑張ろう。相手も何持ってたっけ。あ、この人、この子の名前なんだけど、ずっと読めなかったと思ったなら、この右側にね、みゆって書いて、多分これはみゆちゃんなんだろう。うん、雪のメモ書き。これだっけ。ああ、これか。これアイテムからも。これは宗教は何の関係があるの？死のない音色と関係ある？ないな。水平リーベイ僕の船ナーに曲がるシップス、こんな感じだった気がする。もういいや。あとは家族写真もありでしょう。分からんな。なんかヒントがある？あ、プラスドライバー2はないんだよな。ゴミ箱を開けたら、お母さんお母さんが入っていた。お母さんがバラバラに、うわー、お母さん行かないでよ。お母さん前行ったよね。そうだってなのに、なんじゃこりゃ。お母さんがゴミ箱の中には体をバラバラにされた母の遺体が入っていた。血のついたノコギリとともに。グロいな。このゲームのいいところはないよね、そういう映像がね、まだね。
オープニングに出てきた人ですね。何かいるけど目の前に。あ、動ける。なんか変化はないな。いや見たくない、それ見たくない、俺も見たくない。この時点で普通精神がもうやばいよ、崩壊しちゃうよね。やばい。どこに行けばいいんだ。行けばいいんだ。来ません。もうここしかないよ。危険な時期。おお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 お、このまま待っていれば時間がもったいない。そろそろ出てきてもいいんじゃないか。ああ、来た。え、嘘、ゲームクリアしたよ。あなたは無事危険な人生から逃げ切ることができました。やったー、ここでできんじゃん。うん。しっかり見ましてください。489032。これ前と同じ番号だっけ ?489032。489032。マジで?これゲームクリアできたんだ。おめっちゃびっくりした。じいちゃん痛いよ。今後ろにじいちゃんが、何とも言えないゲームだった。あ、これ何のパスワードだっけ、そもそも。これあ、ここか。これ入っもう開いたんだって。意味のないことをしてしまった。どこに住むんだよ。これこの回はもう見なくてもいいぐらいのシーン。あ、でもお母さんがね、死んだからね。一応進んだっちゃ進ん、死んでたんか、正しくは。開かない。こう開いたっけ。開かないんだっけ。ああ、家族写真か。いや、このままじゃやばいな。何も進まない。なんかあってもいいと思うんだけどな。なんもない。なんもない。え、なに。お、誰かいるやん。元やお兄ちゃん。え、どこ行った？というところで今回は終わりです。ちょっと時間が来てしまいました。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。